ようお前ら、今日はねカップ戦の考察をしていこうかなと思います。でさ、あのみんなさ、音量出してるけどさ、大丈夫なんかな、やっぱ著作権わかんねえ、わかんねえからとりあえず出さないよ。俺カップ戦はこんな感じの出来いきますね。ちょっとあの粉要素が多すぎますけど、あの新一とジンを入れてみました。でね、あのまあ B ゴマ3枚でもまあ大丈夫かなと思って、で B ゴマはなんでカズハがいっぱいいるかっていうと、まあ、ジンがコスト20円下がってるんで、あとブランチェットも考えてちょっとね、あの多めにアンデッドを入れておりますが、まあ、こいつら腐らねえからな。こいつら結局さ、あのあれだ、コンボスキルがさ 1.5 倍だからまあまあ強いんだよ。だからいいと思う。というわけでやっていきましょう。コストが上がっててもね、ルキアを入れた方がいいと思う。ルキア別だわ。はい、やってきます。で音量をねこの辺で上げようかな。 OK、 やっていこう。マジでさダメだわ。はい、ロスかね。これ先行取れれば勝ちだけど、高校だって相当きついと思うけど、ここだったら X する。あーい、お願いしますじゃねえんだよ。いやでもこれあえて、まあね、ここをね、ヨシノ打ってもいいんだけど、 X ですと結局なんかぐちゃぐちゃになって殺されるから、まあ、ベルゼブブがいないと悲しいけど、ルキアを打ちますね。はい、次、あのヨシノ打ちます。本当はね、次ブラジェット打ちたいけど、ヨシノ打たないと呪いでどん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 削られていくから早めに打っておきました。まあ多分これはこっち X 打つのか。まあでもこれはありがたいね。これやればあの消せるから。おっと、フェルキはもうペンギンを、呪いを残しちゃダメなんだよな。はい、ロスカンの戦い方としてはね、どんなにまあよっぽどいい子だったら別だけど、基本は呪いを残しちゃダメだ、負けるから。で、ブランジェットがもしかしたら入ってくるかもしれないから、まだね、うん、これは打てないな、まだ。私に任せろ。投げて、あのブランジェット打ちますね。まず、まあ、ロスカなんで、アンデッドのシーンがないと。うん、あとは、ジンだけど、まあ、ジンが来たら、カズハで吸うから、あんまこれ打てないな、こんなに。まだ置かれた。工藤新一。探偵ですよ。斧の手で。この罠の数はやばい。まあ、でも罠上がってるはずなんだけどな。でも特殊罠はこんだけやっても発動しないってこと。ダメだな。とくとご覧あれ。罠パ。いざ参ら。罠パ。バイク投げます。あーでもめっちゃ辛いな、俺バイク投げると。もう1枚返せる。引け、我が命が奏でるロンドン。で、何で行った、そんな痛くなかった。何パだよこれ、コナンパか。いや、こっちしろ、きついんだよ。邪魔すんじゃねえぜ。罠しか投げてこない。まあでも、なんか今思ったわ、こんなに出ない罠ないよね。で、まずヨシノ投げても弱いんだよな。もうヨシノ投げずに終わっちまいそう。とりあえずアラジンを取らせて。うおバブルいいてマジでいけるわ。ただ俺には最強の新地がある。終わりにしよう。まだ早いか。はぁ、行くぜ。どうせ一旦待って、私ら行くぞ。見えてきたぜ。はい、オッケー。これがね、新一の力だ。いいでしょう。俺はいいね。やっぱね、強いよ。これ強かった。うん、陣出せなかったからさ、もう一戦やろうかな。著作権が怖いからさ、本当に俺は一応やるよ、こうやって。あのみんなはどうか知らないけど、もうやるに越したことないんだ。あのやらないで、あのクラぐらいならやってた方がいいわ。
うん、あーでもまあ今度終わってもいいんだよな。はい、これで終わります。じゃあなって言いたいところだけど、まあもう一度やってもいいな。もう一度やりましょう。とりあえずジンが出したい。ジンの、おっと、カニパ。カニパいいね。カニパだったらアンデッドないからさ、ジンの効力をもろ食らわせることができる。はい、先行取りました。はい、有利だな、これは。まあ、結局ね、もうオセロニアはもう先行系だからさ、先行取った方が有利なのは間違いないわ。特にロスカとかね。ロスカはもう強いわ。あいつバカだな、せ、なんなんデッキ。バナばっかじゃねえか。あれじゃ勝てねえぞ。言わせてもらえば、まあ俺も死にかかったら結構きつかったと思うけどさ。はい、今ねハイパラとかどうせこいつ腐るから早めに投げてもいいけども、うわーでもこいつ投げたところで何にも補強しないの 1.5 倍。でもこいつ投げたらもういい、投げてもいらない。ラントップならいらないわ、正月ランならね。で次は、まあ、この起点原女っていうのかな、こいつ投げますね。うん、いたいたいた。あー違うね、メルノガイスだねこれは。はい、こいつ強いよ。こいつはね、なんか最近また使われだしたの。なんか昔は全然使ってなかった印象だけど、みんななんか最近になってみんな入れるようになったら、特殊ダメージがでかくなったからかな、多分。ザフィキエルワンチャンはめられるな。おい、いらねえなお前マジで。あーどうしようかな、結局つらいなこれ。まあ1点投げますね。なんだけらぬよ、この進行するとさ、つらいんだよな。結局やられるよこのままじゃ。相手があの進行してたら死んじゃう。そういう時のための陣とか陣これきつい、これきついぞ。歓迎する、来た陣来た。だけど陣をねどんどん投げてくれます。はい、こいつに使おう。 OK、 どんどん遠くで痛めつけてくる。できれば3発食らせたいから、相手の動きでもいるけど、多分陣の横置いてくるんだよな。上手い人っていうか進行知ってる人だと普通に考えて、だよな。ここはどうだった。これはここでコンボ負けて、ここでカロ取ってるから、カロ取ってきたらいいよ。勝てると思っているな、貴様。取ってきたで、これも手段あるし、まあ、陣取ってくるでしょうね。取ってもらえばきついから、相手からしたら。でもカルトだとフロントできついと思うんだ。読めたぜ、来ない、うん、ブラシハッサーがここに投げますよ、俺はね、もう次のと飛ばす方向で行く。飛ばせねえか。まだ全然食らってねえわ。で多分あの普天の下に置いてくるよな。普通に考えたら。そこだけは無よ。こっち。もっとお菓子をもらうので。あ、なんかなんとも言えないけど、まあ、とりあえず殺しましょう。安全だ。どうする？負けませんな、8000。コンボつながんないけど。メルノガイスとかだったら嫌だな。ノンストップで行きますよ。はい、出た。はい、出た。ああ、これ気をつけなきゃいけないんだな。いや、もうさ、ゲームクラッシャーでしょ。ビクトリア。うん。大初進化も、どうかも。ダメだわ、3枚出してこんな出るの1万。ああ完全にクラッシャーだわ、これはあかん。
もうライフバーストとかよりもエグが、ある意味ビクトリア進化が一番エグかな。まあエンディングも同じぐらい出るのか結局。だけどこれダメだわ。8000は普通にあれなのか、許容範囲内ってことか。まあいいや。まあ結局あれだな、あのビクトリアの怖さを思い知らされた動画でございましたね。はい。というわけで、まあ、今月も結局ね、このビクトリアの恐怖にビクビク怯えながらオセロにはやる羽目になると思いますが、まあね、皆さんもカップ戦頑張ってってもらえればと思います。じゃあな。